何事だ。おい、止まれ。ご苦労様。作戦通り。さすがっすね。ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。ああ、名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっとめんどくさいやつか。
見た目がいいから許す。始まった。まずは顔。クラウドさん頼っていいっすよね。どうせ俺は基本がなっちゃう。っていうか出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら。例えるな。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。え、ウェッジ。高い金払うんだ、がっかりさせんじゃねえぞ。任せた。相手になる。集中していく。
こっち。走れ走れ。この腕さえひねるソルジャーといや神羅の番犬、魔功労は初めてじゃねえんだろ。俺を魔功だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタッフかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコールは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。今ビックスが扉を開けるから。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ、閉めろ。おい、観念しろ。こっちのセリフだ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。おい、ジェシーを待たせるな。ここから先は警戒がさらに厳重だ。ヘマすんなよ。エレベーター下に行っちゃってる。そこのボタン押して。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？
ージした。俺たちは、このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。うん。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ、医者に行け。うん。あ？てめえ！星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。ここからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。クラウド、あそこ見て。
警備システム稼働中だ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったらやけどじゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。その前にスクラップにしてやるさ。長年の夢が叶う喜びだ。
ここを降りてきて、エスコートはここでおしまい。出しゃばっちゃったね。そっちじゃない、はしごで降りて。シンラが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。お前が決めろ。自信あんだろうな。
悪いな。なんだありゃ。ありか。この防御システムは初めて。使えねえな。だったらあんたが何とかしろ。バリアの隙を突く。知ってたんだぜ、キャチャクテイ。もったいぶれあって。はい、どけ。覚悟はいい、まあ。くそ。どうだ。はっ。やっ。隙を探る。これも効かないか。気負いすぎるか。腕が鳴るぜ。近づきすぎて自爆するなよ。かっせえな。簡単に倒せるものを兵器とは呼ばない。どっちの味方だよ。ほら、おい、このまま続けて本当に倒せんのか。燃やす前にもっと撃て。てめえの方がサボってんじゃねえか。はっ、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 行くぜ行くぜ行くぜ。黙って行け。つらっ、はっ、隙を突く。しまった。動けるうちに。えっ、様子が変だぞ。自己修復機能か。
急げ。回復される前に肩を突き。じゃあ、撃ってきた。あのサソリにくれてる。急げ、脱出だ。
黙って登れ。その方が楽だ。そっか。ダメ、喋ってないと焦る。好きにしろ。Thank you.
と思ってわざと転んでみたの。迫真の演技だったな。全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし、先導してくれ。了解っす。あっちこい。ち、漏電してるっすよ。気をつけて。ああ、鉄臭い、サビ臭い、新鮮な空気かも。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ。あ、俺か。変な汗いっぱいかいたからな。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔法濃度、触媒、まさか火薬？ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー鳴いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。あの辺りから出るのがいいっす。じゃあ爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよマリン。待ってろよシャワー。セット完了。邪魔者はコッパみじん。さあ行こう。緊急事態発生、緊急事態発生。こちらはジンダカンパニー危機対策本部です。一番魔航路が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。1番街および8番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり、瓦礫やガラスが落下する危険があります。8番街にいる。予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。
ああ、その通り。俺たちはこの先も、もっともっとマコールをぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ、星だけじゃねえ。お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ！上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。うん。で、リーダー、どうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合。じゃあ後で。おい、約束の金は？アジトに帰る。さらに全部だ。ソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。ちゃんと使ってね。それからこっちは新入り君の度胸をたたえてスリル満点のご褒美じゃ。
貨物車で。瓦礫を越えられるよ。番外からの応援がそろそろ来るはずだ。もっと崩れすれば。駅は無事か。
待て。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えているとも。我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。母さん、母さん。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は、私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけるな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔法に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。駅に抜けられるんだけど、ちょっと危険なんだよね。絶対に戻るべきよ。こちらは神田カンパニー機体確保部です。8番街の高速道路およびその高架下からの待機命令が発令されました。速やかに高速道路から離れてください。また、魔法炉の爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が多発しています。予想以上か。爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が多発しています。室内は危険です。建物の外に避難。おもっ取ってきていい？ダメ、ここにいて。そこの階段を降りりゃ裏通りまで続く通りに出る。Thank you.
は極刑を望むぞ。不審者を見逃すな。さすがにここまで火は来ないだろう。狙われたのはミッドガル市民よ。は？上層部。裏通りって噴水広場の先だろ。お前には誰も守れない。ああ、自分さえもな。大丈夫？大丈夫？ああ、お花どうぞ。あ、花？うん、お礼。追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いくらだ？値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。え？花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔鋼炉が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。地面に置け。ゆっくり。こちら8番台警備4班、消える報告の男は
駅周辺の警備を固めろとのことだ。
見逃すなよ。今駅から離れた方がいい。